目白自動車小野でございます。三菱 i の、グレード M の四駆のターボでございます。色もとてもおしゃれな色合いですね、はい、こちらがですね本当に見えますのがラリアートのインタークーラーのそうです。マフラーパッカー取り付けにですね。で今回ちょっと小傷の方がありますのでどんどん行っていきます。こちらですね、角タッチペンで目立たなくはなってます。左側は大きく見えるような部分はないですが、まあ、コンパウンドで擦れば落ちるような汚れは少しずつ出ております。ちょっとドアのところは線傷がありますね。色合い的に目立ちにくい感じです。そしてここにちょっと薄へこみございます。はい、ポールもついておりまして、で大丈夫ですね。ドア、カーボン調ですかね。カーボンですかね。パネルおしゃれです。でここもいい色になってます。これもちょっと傷ですね。線傷の薄い傷はちょっと見えたりもしますが、比較的綺麗な部類のあると思います。こんな感じですね。これにもちょっと小さく薄くですけどね。はい、タイヤの方はまず十分山があります。ということで外装説明終わります。